はい、おまけの夜です。このチャンネルは深夜ファミレストークのひらめきがテーマのカルチャートークのチャンネルでございます。一方でも映画が好きな好きと言っていいチャンネルでございますので、知識のあるだし上下をつけずに楽しくやっていこうというチャンネルでございます。ということで、チェーンソーマン最終話レビューウィーということでですね、やっぱ君島さんみたいになっちゃいましたね。君島さん知らない人すいません。ですね、ということで、長く続いてきたこのチェーンソーマンレビューシリーズでございますけれども、もう12話ということでね、ついに最終話が来てしまいまして、終わりということでね、どうだったかっていうのをね、まあ最終的には総評も含めてね、やっていけたらと思うんですけれども、まあ前回の動画がですね、多分僕の、動画、今年、まあ去年も含めてですけども、低評価率がですね、ナンバーワンということで、本当のいろんな意味で DHC みたいな感じでね、最悪な評価になってしまったんですけれども、そんなね、うまいことは言わなくてもいいんですけれども、まあやっぱね、まああの皆さん、まあ12話ね、かけて見てきましたから、ここに残ったね、もう勇者、モサどもっていうのは、もうこのチェーンソーマンが好きな方々、だと思いますし、まあ、ある種、腐れ縁で見てる人もいると思いますし、まあ、いろいろいるとは思うんですけど、まあ、基本的には、楽しんで見てる方が多いのかな、というふうには思うんですけれども、最終話どうだったかっていうとですね、まあ、まず最初のね、姫野ちゃんとの、このね、タバコのね、こういうシーンがあったんですけども、まあ、僕今までね、ちょっとあの、動かしすぎて踊ってるっていうのをね、何回か言ってきたんですけれども、今回ね、そのあの、冒頭のシーン、今までのやつみたいにこう踊った感じがない、無駄な芝居がなくて、すごく、いい意味で、本当の意味で、ちゃんとリッチだったなぁって思ってですね、結構会心の、シーンだったんじゃないかなと思いました。まあ僕自身、その姫野さんにあんまり思い入れがないので、ただあそこのシーンは本当にいいシーンだと思うんで、まあここもね、まあ今回チェーンソーマンね、まあ演出の方もそうですし、まあ作画されてる方とかも結構新人の方が多いというふうにですね、まああのその関係者の人とかとちょっと話す機会もありまして、いろいろお伺いしたんですけれども、まあそういった中で、まあこれも新人の方がやられてるのか、もしくはあの決めシーンとしてね、ベテランの方がやれてるかわかりませんけれども、ここのシーンは本当に良かったなというふうに思いました。で、その最初のフェインっていうシーンから始まって、やっぱね、結構今回チェーンソーマン本当テンプレっていうか、まあ決まったね、テンポ感で進んでるんだなっていうのがより分かった、明確に分かったところですけどね、姫野のあのゴーストのね、やつが、最初に、まあ、やられて、あいつがね、女の子がやられるところで、まあ、その、オープニング前のシークエンスが終わって、そこで1話分、残り半話分終わって、で、そこから、サムライソードとね、戦う話になってくっていうことでね、本当に最後、扉のシーンで終わるっていう、まあ、結構、前回に予想した通りの展開のテンポで進んでったんで、まあ、やっぱ、基本その通り、ぴったり、やっていただいたという感じですね。若干ね、増えてるセリフとかもあって、アキちゃんがね、あいつ倒して、で、イージーリベンジだっけ、その気軽に復讐をみたいなのをタバコでね、言ってですね、まあなんとか復讐を成し遂げた後で、デンジ君がね、うやーっつって、僕がやってもキモいだけなんだけど、イケメンデンジ君がやるとね、なんかすごいかっこいい感じ、ベロ出しながらどうやって喋ってんだろうとか思いながら見てましたけどね、そういうことを言ってると低評価つくんですよ。いいですか皆さん、そういうことを言ってると低評価つきますよ。だからまあいいんだけど、まあ、うやーとか言って、今回、まあ、今回とか、まあ、この多分、この、チェーンソーマンシリーズのね、こう、決めシーン、今まで、こう、デンジ君がなんかこう、アクティブに戦いながらもかっこよく、まあ、成長したデンジ君の、今回の一番のなんかこう、見栄を切ってるシーンですよね。ウィーンっていうところで、こう来て、よっしゃ、行くぞっていうところで、まあ、僕が、まあ、多分、チェーンソーマンの中でも屈指の名シーンである、ビルぶち抜きシーンね、バーンっていう飛び出るシーンで、ガーンって行って、そこからですね、漫画だとね、電車のところでズボーンって刺さって、割と早く決着つくんだけども、今回はやっぱここね、まあ尺の問題もあるし、やっぱり最終話、前回ね、まあちょっと捨て替えなんて言いましたけれども、まあ絶対今回のところで力入れようということなんだろうということでね、もう今回はほんと前編ちゃんと綺麗に、今まで通りのクオリティで動かしてるシーン、プラスアクションシーンでね、見せるぜっていう気合が入った電車上のシーン。で、こうカメラがぐるぐる回るし、ギャキンギャキンギャキン、っつって。しかもここオリジナルですから、もうほんと監督のね、腕の見せどころ。実際漫画にはない、原作にはないところなんで、本当に監督がもう思いの通り自由に作ってみんなを見せてやるんだっていうね、気合の入ったシーンだったと思いますね。そこがまあ電車の上のシーンっていう。で、そこから下に行って、
まあ腕切られて腕切られて、で最後ね、あの襲ってくるところで足でグイーンって切って、あのやっぱ頭狙ってくると思ったよみたいなことでね、体がブシューって切れて、まあそこも漫画だとね、ブワッってもういきなりこう切れた、あのちょっと寄生獣っぽいような雰囲気のあるコマだったりするんだけれども、アニメなんでね、結構ドロドロって結構その重くこう切れる感じをドロッと見せて、でジュバーっていう感じでまあ勝つとね、でここまでね僕すごいあっという間だったなと思って、最終はね、あのこう大ボリュームを予想してたんだけど、なんか大ボリュームなんだけど気持ち的には今まで一番短く感じました、多分いい意味で。最初はもう終わりみたいな感じで、ちょっとなんかなんならあっさりしてるなぐらいの気持ちにもなったんですけど、やっぱり見比べ原作と見比べてみると、そのあっさりどころかね、もうモリモリで、でもうここでほとんど半分以上終わっちゃってね、で倒しましたと。でそこからなんかアキちゃんがねこう金玉をね蹴るっていう流れになるんだけど、あそこもねなんかこう、え、蹴らないの金玉、アキがあそこ蹴るとこ大好きなのにと思ってかなりじらして、やっぱり蹴るみたいなね、ちょっとあそこまあだから尺ゆっくりじっくり持たせて、でしかも最後アキちゃんのベランダのシーンのね、まあ、追加カットも含めると、やっぱりその今回の作品ね、あ、これ結構シリアスな感じのトーンに作ってるんだろうなっていう風に思ったし、まあアキちゃんのうつ展開って言って、まあ僕アキちゃんのうつ展開はもっと後半のイメージで言ってたんだけども、そうかそうかと、僕が考えてなかったね、やっぱり姫野先輩とのお別れっていうところのうつ展開になんかやっぱりその姫野さんにすごく力を入れて、まあ、今回この12話の盛り上がりクライマックスっていうのを秋と姫野の別れっていうところにポイントを置いて、こうボリュームを置いてですね作られてきたんだなっていうのがまあ思ったし、これ続編やってくってなるとより秋のキャラクターもよりもっと重くなってって、セカンドシーズンね、サードシーズンってやるのかな、わかんないけども、最終話まで行ってったらまあより鬱展開が強くなっていくんだろうな、まあそこら辺もある程度見越しての今回の演出っていうかトーンみたいなね、ちょっとシリアスめのトーンっていうのは作ってるのかなというふうにやっぱ改めて思った、ところでございますね。ですぐね僕デンジ君のなんか夢の扉のシーン入るのかなと思ったんですけど、エンディングがあって、エンディングでねエンディングロールとともになんかこう日常シーンみたいなのがなんかもうふんだんに見せられて、もうなんかこうのちょっと二次創作っていうかファンのね妄想みたいな3人の暮らしみたいなのがわーっと、まあここら辺もね今後の展開考えてくるともう今だけなのかなとか思うと、ここでやっぱりいっぱい見せたいっていうのもあるんでしょう、やっぱり続きを考えてると思います。で最後のその開けちゃいけないよみたいな下りと、あとその前にマキマさんのね、銃のやつがどこにいたか分かりましたみたいな、まあそこら辺ちょっと次のシーズンに対する伏線みたいなのを感じさせて終わり、まあ本当にあっという間に終わってしまった最終話でございました。でまあ全体的にどうだったかってね、まあ最初に言いましたけど、ここまで見てる人っていうのは多分好きな人だから、まああんま余計なこと言ってもしょうがないと思いますけれども、まあ僕も最初に言った通りね、まあその作画がいいとか、まあ動画の動きがいい、動きがいいっていうか、まあそのよく動いてるから面白いアニメじゃないっていうのはもう一番時にもうすでに僕は言ってたことなので、まあ別にそこはブレずにまあ見てきたつもりなんですけれども、まあ面白かったところもあれば、まあ面白くもないところもあったかなということで、まあ全体的な評価って言いますか、まあ分かりやすくね、あのランクみたいなことあえて言うとすれば、まあ総合評価は B じゃーということでまた低評価つくぞっていうね寝てる会長のね感じでね言わせていただきましたけど、寝てる会長もこんなテンションじゃないけどね、まあね、だからやっぱりそのなんかアンチとか言われるとたるいんですよ、ぶっちゃけ。そのなんかその見てる人がなんか苦言ったらアンチみたいな、たるすぎ。やっぱ面白かったらそれは面白いって言うし、面白いってなるから、もう自然とね面白いってなるけど、まあなってる人もいるんですよ。なんかまあ僕の周りでもすごい面白いって言ってる人もいれば、全然面白くないからもう見るのやめたっていう人もいっぱいいるんで、それをアンチって言っちゃうやつらはやばい。でまあ評価っていうのはね、見た人が決めれば、個々人が決めればいいことで、あくまで僕は B じゃーっていうぐらいの感じなんだけど、やっぱその多分ね、本当に予算は普通のアニメとかよりもめちゃくちゃかかってると思うんですよ。だからその分そりゃ枚数も増えし、クオリティっていうかね、まあそのリッチな感じがするっていうのは、まあある意味当たり前っちゃ当たり前のことで、金かけりゃそりゃいいのできるよって話だから、まあ手間暇かかって、ただそのこの一作に手間暇かけてやるんだっていうところはすごい気合を感じたし、まあそれは皆さん面白かったって思ってる人はまさにそこにね、このチェーンソーマンっていう作品がね良かったって思ってると思います。はい、
それは別に本当にそうだと思うんですね。で、特にね、やっぱ今回すごく新人の方が多くやってるっていうことなので、まあ、将来のことを考えるとね、まあ、こんだけの作品を、まあ、ある種対策ですよ、これ。もう本当に12話とはいえ、普通の連続アニメとはいえ、もう対策だと思いますんで、まあ、ここに関わってった人たちがまた将来どんどんまたすごい作品を作っていくっていう意味では、もしかしたらこの作品が、今の評価とはまた別としても、伝説の作品になっていく可能性も全然あると思いますんで、そういった意味ではね、この作品に携わってった人とかが、まあ、今後いい作品作る可能性も僕はあるのかなというふうにも思っております。まあただそれでもね、じゃあなんでみんながチェーンソーマン見るかっていうと、やっぱりチェーンソーマンだから見てるんじゃないですか。そのやっぱりチェーンソーマンというある種のタイトルとかブランドを使った上での宣伝だったと思うし、まあ数字だと思うんですよ。それをやっぱりじゃあチェーンソーマンを期待してる見てる人に対して期待を例えば裏切ってしまったっていうことが、いやそれはお前そのファンのね勝手な要望でっていうのはかなり無理がある。だってじゃあチェーンソーマンやんなきゃいいわけでなんでチェーンソーマンやるのっつったら、それはチェーンソーマンのファンを喜ばせるっていうまず第一なことだと思うんですよね。まあその上で、まあ賛否両論あったっていうのはやっぱりどっか真摯に受け止めていただけた方が、俺はそれの方が絶対健全だと思うんで、それ文句言うやつはおかしいって、その方が絶対おかしくて、チェーンソーマンをやるんでしょって、じゃあチェーンソーマンとしていいアニメーションやったらいいんじゃないかなと思うんです。それはやっぱり仮面ライダーとかデビルマンとかとは違うわけでさ、原作とアニメが両方こういく進んでいくってんだったら全然いいんだけど、そうじゃないじゃないですか。あくまでチェーンソーマンというブランド、信頼、そして作品性、作家性を使った上でのアニメ化だったはずなので、そこを無視されたら意味わかんないから、まあでもシーズン2ね、だからこそもしシーズン2やるんだったら、今喜んでるファンの人ももちろん喜ぶ作品、そして次はね、もう挽回じゃないけども、賛否両論じゃなくて、もう本当に絶賛のね、呼ばれるような、もうみんなの評判をなぎ倒すような作品になってくれたら、そりゃ一番嬉しいでございます。はい。そうじゃないですか？それが普通だと僕は思います。はい。なので、もしやるならね、また、いい作品になって、また楽しませていただけたらなと思います。まあ僕初めてこういったアニメーション作品の連作を毎週レビューみたいなのをさせていただきましたので、僕自身そこら辺いい経験になりました。チェーンソーマンでね、僕のチャンネル知った人も離れていった人もいるかもしれませんけれども、皆さんお付き合いいただきありがとうございました。チェーンソーマンセカンドシーズン、いつになるか分かりませんけれども、楽しみにお待ちしております。あーそうだ、最後にこれ言い忘れた。なんでこの最後ビルバーンっていくとき引きなの。僕はこのアニメーション12話一番そこを楽しみに見てきて、サムライソードと二人がこうページめくった瞬間バーンってなる、あの瞬間のあれの動く瞬間、あんな映像的な漫画のあれの動く瞬間をめちゃくちゃ楽しみにしてきたのに、その後の電車の上の戦いはいいんだけど、それかっこよくて面白くて全然いいんだけど、なんでその最後のビル二人がバーンって出る瞬間引きなんだというふうには思いました。よりも見たいです。はい。以上です。面白かった高評価、チャンネル登録お願いいたします。さよなら。